一応ビジカユータのいつもやってるものにちょっとまた戻そうと思います。で早速始めます。8B5A3A の方を先にスネアで叩いてみます。8D5C3A です。で最初の 8B5A3A と 8D5C3A を足したものをちょっと叩いてみます。が今言った手順の流れになるんですね。でスネアでこれを永遠とやり続けると覚えられると思います。でもですね、これ他にちょっといい方法があって、でやっても手順は覚えられますし、結局同じことしかやってないんで、でこれでパラディドルのパターンを作って、そうだな、デビット・ガリバルディ風っていうか、アクセントがどこについてもいいような形なフレーズも作れちゃうみたいような形で進めることができます。でまあこれ一つの覚え方でいろいろまああるんですが、どんどん進めていきます。で今回やるのは、アクセント部分をシンバル、その他をフロアタムで叩くだけです。あとは左手は要はアクセント部分をシンバルで、それ以外はファーストタップ。という形でつながってます。で、これを2つつなげればいいだけの話なんです。
早くするとあの一番最初の動画のやったような形になります。これは、要は853の中のフレーズをこう自由に動かすために、でやり方的にはいろいろあってっていう形でこれからちょっと進めていこうかなと思ってます。 では今日はこれぐらいで、分かりにくければまた説明します。今日はこの辺で失礼します。